カフェステラと死神の蝶。もしかして、秋月さん。はい。夏目さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。なんで秋月さんがここに。だっていろいろあったんですが、要約してしまうと愛ゆえにです。わけわかんないけど、問題は解決したってことでいいの？ご心配をおかけしました。でももう大丈夫ですから。そうならよかった。ほっとした。なら今年もよろしく。はい、よろしくお願いします。